お昼前、休日でみんなダラダラ今起きました。いやもう汚いです。今から片付けます。片付けお借りよ。もうちょっと今日ニトリ行ってさ、あの低反発のマットドリンちゃんやったやつあるやん、あれも買いに行きたいです。さっと片付けるで、みんな勉強する人はして、片付ける人はして、役割分担しよう。じゃあ許しても、うん、僕が見たいね。ああ、ゲームとかあの漫画とか見るのそれは違います。よし、うわ、お菓子めっちゃ落ちてるやん。誰ですか、ここでお菓子食べたん。ゆいです。リオです。おいおいおい、ゆいです。リオです。お前そんな悲しないことすんの。リオ勉強するんか、携帯触るんか、どっちな。わかんない。服注文したら勉強する。あ、服ちょっと注文しようか。そっち開けて、カーテン。ニトリでマット買いに行こう。じゃあ、ここにマット引いたら寝転べる、寝転べる。わかる、布団引かんでも。あー、動かん子供らやな、ほんま。そうですよ、動かない子供らです。動かないタバコとか、あなたのだろう。これ昨日の玄米食えるかな。まあ、1日は大丈夫かな。うん？匂いよし、見た目よし、雰囲気よし、食べる。血になったね。おい、おい、喧嘩ってる？起きた瞬間から喧嘩ってる。喧嘩ってる。うん、ブレーキングダウンしたい。いや、じゃあ勝てない。あ、ほんま、1分間戦う本気で。俺が勝つ。1分間やったらお前勝てるかもしれへん。勝てる。大勝負しようや。そう、どこが勝てる。大勝負しよう。もうやめろ。あ、そこか。1回勝負しようや。おい、うん、入れるんええけど 100% こぼしてるやん。なんぜなん。感動、なんぜなん。やから新パパ、なんか知らんけどガチャガチャ作業しとった。2時になった。掃除続きしよう。3時だから今から1時間ぐらいで掃除終わるから、そっからニトリ行って、あ、皆さんちなみにリュウリュウはそれに行って、リオはちょっと頭痛くて午前中練習やったけど休み、部活休んだよな。行けばよかったけど、もう頭痛い、夜中も来とったから休んでよかった。僕も頭痛持ちやからな、治ったけど。俺はなんかお前歩いたところ全部髪の毛をしてっとんねんけど、ほんま携帯の制限かけよう思って全然かけれんくて。皆さん聞いてください。で、リオがニヤニヤ横でアップルに電話したり、その LINE と TikTok だけ制限かけれんくて、おかしい、ソフトウェアもアップデートしたのに、なんでなんやろって言って、アップルの人もわからんくて、このリオが、いえ、実へねー言うて、ニヤニヤして、そのなんか作戦みたいに聞かされて、ぶっ飛ばしちゃった。まあ、多分解決できたと思うんですけど。何でお前の方が詳しいね。いや、なんでアップルの感じにして分からんかったの。ムカつくわ、今日吠えたわ。お前にムカつきすぎて。で、あと、今日は、リオがやっと3発、もうかなり挑戦するんで、俺も楽しみかな。絶対に合わない。
今前髪のれみたいに、こんにちは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あ、でももう夜中起きとんもんだって頭痛いって俺覚えとんもん、頭痛いって夜中起きて。あ、水入れてくれた。好感度アップです。好感度アップです。ちゃんと水入れてあげました、反抗期娘に。大丈夫かい。あ、3時ぐらいじゃん。そうね、パワー帰ってきた時は帰ってきたもん、夜は取ってくれ。なんで3時前何しようか。いや、3時前、昨日友達の家でバーベキュー、東京から帰ってくる友達が帰ってくるってバーベキューしてて、それが9時からやったから、そう、集まりが夜の9時やって、で、車行きましたよ、僕と。何が言いたいかって言ったら、お酒も肉も食わず自分のサラダチキンだけ食べて、もうかなり苦痛やった。あれはもうなんとか耐え切って、普段帰ろうか言って解散して帰ってきたんが2時とかやったかな。俺帰ってきてちょっとましたリオが頭痛いって起き出して言われたもんな、リオに。なんで車で行くのって言われたのお酒飲まへんの。飲まへん。ほんまに耐え切った。ま、友達から、え、そんな飲まんのみたいな。飲まへんから車で来とんでしょうがい。飲んだらどうせ止まってたよ。そうや。今日は土曜日やから、なんとか全部きれいにして、で、ニトリ行って、リオの病院行って、あ、リオ、どうする？何が？今日母の、え、今日母の日？明日？母の日いつ？5月12日。ああ、ほら、明日や。ああ、ほら、今日やってます。俺らには母と言われる人もおらんくなったやん。俺もチャーチャーおらんし、お前も母おらんし、チャーチャー母親もおったけどおらへんし、写真前に出してみて、母そいだろかと。なあ、それめっちゃええと思う。ああ、泣きそう、しゃべったね。うん、花買ってあげよう、今日チャーチャーに。そうしようか。うん、絶対喜ぶわ。歯を変えてみよう。で、俺はこれからお母さんおらんからヨシコって呼べ。さあ、今日リオの服も注文して1週間以内届くよ、絶対。いやー、掃除ってほんまに有酸素よ。最高有酸素運動。汗かくもんな。有酸素です。はい、前失礼します。カメラの前失礼します。あー、混んだところダメやねん。しかおらんわ、こんなに。あ、なんか汗まむからほんまに有酸素。家事は最高の運動である。おい、片付けと分かっとってここ行くんかい。違う、そこちょっとどけて。どけないから。うん、下拭いたらいいん。え、下打ち。聞こえたよ今。あ、みんな聞こえた？こいつの舌打ち。終わった。なんだかんて1時間。そしてあるあるかもしれんけど、ちょっと出かけよう思ったら大概時間かかる。ゴンタ娘行くぞ。行くわ。お給できる。忘れとった。行く前に服を決めます。どれにするか決めたいたい。ここまで。ここから。それ全部欲しい。うん。そうな、もうエリスグのやつだな、それ。そう。オッケー。ズボンは？お前上だけ10着買って下だけ1着とかやめてな。バランスよくな。下1、ズボンと上バランスよく。お前夏やで、もうちょっとで。そう、長袖買って大丈夫な。これカバン欲しい。うん。帽子どっちかでいい。うん。帽子どっちがいいと思う。紺色かな。こっち。いや、どっちもええな。で、そのパーカーはいらんやろ。お前熱い熱い言うとんの。え、いや、パーカー押してやってない。え、長袖やで。いや、上に羽織るよ。いる？可愛くない。うん、これとか。うん、可愛いな。 T シャツも買わなからじゃん。 T シャツ、白。それ半袖？半袖。あ、オッケー。ええやん、バランスええやん。え、でもズボン2着しかない。もう一着だけ買っとったら選んで。
あ、それ全部買うねんな。オッケー。今家戻ってきました。あの寸法だけ一応測っていきます。ギャンブルすぎるやろ。気に入って買ったら寸法合いません言ったらあれやから、測っていきます。新パパ、さあ今から行きます。チャーちゃん、あのどんな花が好きですか？知らん。白いやつ言ったよ。白いやつとか、カーネーション、カーネーションか。今からニトリ行って、僕が毎年あの母の日言うたら買いに行く花屋さんがあるんですけど、そこの花屋さんの社長は実は筋トレでずっと一緒にしてるお父さんなんですよ。お父さんというか筋トレでずっとあの、まあ仲良くなった、自分の父親と同じ年の人なんですけど、そうなんです。そう、たまたま、僕あそこの花屋さんめっちゃ行くんですよ言って、それはわしや言って、そこは仲良くしてもらってる。まあそこにちょっと買いに行こうかなと思います。とりあえずニトリ行って、なんか下の引くやつ見て、な鍋見ようか。ちょっと鍋も見ます。まあいろいろ見ます。生活用品行ってきます。鍋も美味しいな。なんかいろいろ見ようと、皿とか茶碗とか見たらテンション上がるな。鍋とか見に行こう。鍋たちも見るとテンション上がる。これと決まってへんからな。何がいいんか分からんねんな。これ良さそう。ガス火だけでもええけどな。あ、まあ、IH やった方がええか。そしたら使うかもしれんもんな。 IH とガス火対応で平均して良さそうなんです。これが良さそう。このシリーズ行こうか。まあちょっと分からんから騙されたと思って、このシリーズで28センチと卵焼き器もボロボロやから、これとこれか。よし、鍋を新調しました。もう長いこと使ったからな。これ将来のリュウイの部屋やで、これ俺も将来一人暮らししたらこういう風に全部セッティングしよう。はい、買い物終わりました。ニトリ終わりました。当初によってと全然違うけど、ラグ見ていらんか。鍋ええ買い物やったな、うん、マジで。もう鍋はちょっと意識キレックしてよかったね。リオは、折りたたみガシャを買いました。待って、ね、折りたたみガシャを買いました。今からちょっとチャーチャーの花を見に行きます。いつも母の日に買ってた花屋さん、ここです。ここでいつも買ってます、小学校の時から。今から買います。リオ選んでな。これ買いました。サクッと2人で決めた。見えるんか、綺麗かった。花も買いました。2人で一発で決まったな。な、初めて意見を持ったな。チミとで、今4時5時前で、今からあのいつものスーパーに買い物に行って、今日は晩ご飯 もう作らないんで、食べたいもんリオ買って、でその後6時から、リオがスーパーカットやね。スーパー髪の毛カット。でも肩まで行くやろ。結構行くよ、女性でそんな肩まで短くするったら。で、前髪あれやろ、デコの付け根やろ。デコの付け根でいいやろ。ピトンかい。よくないの。で、僕も、前髪切ってもらいに行きます。僕は、リオは6時からやろ。で、僕は同じ店で6時半から予約してて、前髪カットと眉毛カットだけしてもらいに行きます。ちょうどいい時間になると思うよ。では行ってきます。さあ着きました。シャンプーやろ。いや、まずお前何歳に行くぞ。前のシャンプー良かった？なんか、悪くなかった、ね、悪くなかった。じゃあ違うの挑戦したら。シャンプー何がいいって分かんない。トリートメントは俺これお前に買ってあげてるけど、詰め替えでいいやん。確かに間違えんようにはシャンプーとリンス。パパみたいなことせんし、パパみたいなクズ発言せんし、リンスでシャンプーとして使
買ってきます。でさ、頼んでさ、頼んだものがさ、違うのにさ、うん、こっちが切れられない。これ前、まずありがとうやろ。感謝、感謝できんかったら終わりやろ。だから感謝したくてもできひんやん、自分が頼んだものと違うのありがとう、ごめんなさい言うんかったら終わりよ。なんでありがとうって言わなかった。間違ってくれてありがとう。逆にさ、逆にさ、店でさ、自分と違うもんが来てさ、切られんねん。そうや。え、これ違うんですけど。逆に、ま、なんかお自分が頼んだ、間違ったもん。これ違うんですけどって言ったら、うん、いやいや、まず感謝しろよって言って、自分が頼んだもん出されるんで。うん、そうや。そんなん絶対違う。感謝しますよ、もう俺やったら。間違ってくれてありがとうございます。ちょうどそれを注文したかったんですっていうもん。バナナは？いらん。まさにイチゴいっぱいある、大量で。これは鮭。ちょっといろいろ鮭とか なかったんで、今日はもう明日もう一回来よう、買い物。もう一回来て、今日はリオとリュウの食べ物、てんやもんだけ買って帰ろう。これほぼリュウが食べれるやつしかない。なんか嫌やな、その高いの。いや、これ食べれるの。食べれるやつだけしてな。食べれるよ、ほぼ。私、これ食べませんとかさ、ないで。これとこれ無理。あかん、それ食べな無理。ハワードってそしたら。食べるやつにして。だって俺が食べれへんもん。だってさ、ないもん。全部入ってる。ほら、リュウもそれ買ったで。うわ、うまそうやな、くそ。いや、終わったら寿司か焼肉行こう。寿司と焼肉行こう。せやな。買い物行ったら絶対寿司買うか嫌やねこいつら。さあ行きましょうか。買い物終わりました。ちょうど時間今5時半です。6時から美容院やから挿入されました。で、僕はちょっとあの前の食事から時間結構経っちゃって、ダッシュで玄米 200g と鶏そぼろ 150g ダッシュで食べて、そして出発して多分美容室には10時ジャストに、あ、6時ジャストに着くかなという予想でございます。マット君、うん、今ちょっと俺行って玄米パッと食べてすぐ戻ってくるわ。うん、荷物せざってや、頑張って。帰ってきて5時35分6時から今から玄米食べます。その前に話せるでしょうか。母の日やから。リオと一緒に選んだ花です。どうですか、チャーちゃん、母さん。どうですか、リオと俺が一発で選んだやつです。はいよ、まあ後でゆっくり飯食おう、行きましょう。サプライズ来るわ。よいしょ。いいね、母の日やね。あ、スーパー忙しい。出してこんな時間が。よし。200とダイエットは忙しいな。リオが車で待っとう間にずらーっと食べるという。あいつら寿司食べれて。で、鶏むね150、よし、これで食べます。あと5分で食べたら大丈夫。5分かかったら、リオがまだピーピーいる。うん、ごちそうさまです。いってきます。ただいまでやんす。はい、バリ早なかった。うん、飯も食ってんねんもん。行こうか。はい、着きました。僕も初めてのとこです。新パパ、結構店内広い。カウンセリングしてもらえ。初めてやな、あの髪型でガッツリ変えるのっていうか。あ、今日ガッツリ変える。幼稚園から変わってない。うわ、めちゃくちゃええやん。もういい。前髪カットです。結局散髪してもらうことになりました。俺も散髪して。ちょっと待って。めっちゃええやん、お前。めっちゃええやん。よかったやん。想像通り。すごっ。俺どう？いいよ。
終わりました。僕も前髪だけは言うてカットしてもらって、いいよ、むちゃくちゃいい、ほんまにいい、のが帰ります。自信見せようって自信見せようと思ったけど、いないです。飲みに行ってました。さあ帰って飯食いますか。新パパじいじ見せたいって電話して、じいじおらんから。あ、ただいま、りゅう見てるよ、見て、どこ見とんどこ見とん、髪の毛見ろよ、うん、どう、家も見てほしい、家も見てほしい、どうした、え、リオのなんかない、どうな、いいと思うで、なあ、パーの髪見てる、パー家、何で家見てほしい、家片付けたで、俺、うん、もっと片付けた、もっと片付けた、どこすごいすごい、いや、遅刻したよ、門限。門限遅刻しとった、うん、1分2分ぐらい、ああ、だからめっちゃ綺麗でした。お前綺麗っこした。洗濯もやったん、うん、許す。さあ今日はなんか鍋も新調したし、リオの髪の毛も新調したし、俺も謎に新調したし、髪の毛かわいい、え、めちゃめちゃ可愛いって、ほんまに。ご飯しよう。ああ寿司やろ今日。そう、はい、片付けて、全員完璧やな。はい、チャーちゃん、母の日、俺が頑張ったから俺が下げてたの。いや、お前頑張ったから、遅れたらそれ後ろめたい気持ちで頑張ったから。いや、1、2分やで、たったの100分1、2分1、2分遅れたの、何ぐらいか、大事やで、1、2分、お前は遅れすぎて、もう次殴るって言った。パパ食べれないもんね、うん、食べれないもんね、食べれないもんね、食べれないもんね、うざ、俺たちが美味しく入れてあげる。パパ、遅れたか分からんで、ね、遅れたの、だからそれちゃんと片付けてくれたも嬉しいわ。まずはなんか、夜も次からそうしよう。いや、それはそんな、あんだけ完璧にしたらさ、いや、めちゃくちゃ、うん、パパ、パパ、うん、多分壊れてた。俺はこれだ。だって何回も遅れてる。あいちゃーちゃん、母の日、あいつもありがとう。これから俺らお母さんがおらんから、俺だってよしこって呼んでくれ。え、昨日でも無理。昨日行かない無理。よしこって呼んでくれ。やだ。よしこお母さんって。いや、今日。あれ、まあ、飯みんな食った。で、俺は。プロテイン、じゃあ今からジム行きます。じゃあちょっとジム行ってくるわ、ではちょっと、そんな一日でした。そんな一日でした。皆さん母の日はこんな一日を過ごしてました。まあ今最近ちょっとね、次の動画にちょっと上がると思うんですけど、最近まあお酒も飲んでないんですけど、当然ダイエットがなかなか間に合わないということになりました。夜、最近のちょっと生活がかなり変化したというか、夜1時間から2時間ぐらいちょっと毎日最近抜けるようになって、まあそれはまた、動画にしたいと思います。今日はこんな感じの、1日でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で。